とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーシーズン4タイムアタックやっていきます。シーズン4が始まりまして、2日が経ちました。結構慣れて、攻略法も見えてきたので、結構なタイムが出ると思いますよ。では、行ってみましょう。スタート。今回重要なのは、とにかく弓。弓があれば、もうぬるゲーって言っても過言ではございません。それぐらい弓っていうのが重要だよね。確かシーズン1も弓がすごい重要だったと思うけども、それと同じくだね。今回の弓の重要度は、すごい。すごいものがある。はい。行きましょう。とりあえず、8回かな ?8 回クリアまでは、その弓がないので、普通にね、行くしかないんだけども。まあ、8回ぐらいまでだったら、全然、余裕で行くことができるでしょう。8回のね、乱射のクロスボウ、あれを取ってからが、楽になるね。まさかこんなにね、楽になるとは、思いもしなかった。初見でやったとき結構鬼畜だなと思ってたんだよね。今回のシーズン4。それがまさかここまで楽にいけるようになるとは思ってもおりませんでした。弓が重要ってことは、矢をね、どれだけたくさん入手できるか。それが重要なのよ。なので、隠された3つの支給箱。それを確実に入手していくっていうのが重要だね。箱さえ、入手していってれば、まあ矢が足りなくなることっていうのは稀なので、大丈夫です。ほんとね、今回は箱を、ちゃんとね、取っていきさえすれば、なんとでもなる。俺はね、そう思っております。いいかな?じゃあ、爆発しろ。ドン、オッケー。クリーパー1体残ってるな。プラスアルファ、もう少しいるんでしょ、どうせ。はい。クリーパー処理が最初の頃は、すごく重要ですね。とにかく鈍足になるので、鈍足にはならないように気をつけていきましょう。まあ、どうしてもなるんだけどね。この数の、フロストゾンビたちがいると、どうしても、凍傷になっちゃうので、まあ、若干は仕方がないよ。はい、クリア。調子がいい時はね、ここに来る、こうクリアする頃までには、矢が2つぐらい出てるんだけども、まあ、全然、なくても OK でしょう。大丈夫。実際矢が、1回しか出なかった時でも、全然いけたんで、まだ余裕があります。とりあえず8回までは、ちょっと地道な感じ。まあ、地道にもならないかな。そこそこ早くはいけるちゃ思うんですけども、あ、ミスった!ミスったな、完全にミスったな。奥にね、いるんだけども、そこまで投げれなかった。ちょっと悔しいな。しゃあ、行くぞ!若干硬いやつにはドラを使って攻撃ね。で、危ない。もうとにかく種がほんとここはね、役に立つ。この先にもクリーパーがいたような気がするよ。はい、終わり。5回だね。まあ今のところ順調です。ラグがね、すごい少なくなったじゃないですか。これが嬉しい。ほんとラグかったんで、このラグをね、修正してもらえたのはマジで嬉しかった。ちゃんとね、プレイヤーの声が届いてたんだろうね。このラグはマジで、もうマルチプレイがちょっとできないレベルだったもんね。どけどけ。よ
しゃ。オッケー、足止めをしてドラ。それでここら辺のネクロはなんとでもなるね。あと2体か、あ、3体か。はい、お前でおしまい。はい、で、ここは忘れずに箱を取りに行くと。はい、箱から出る矢はね、ちょっと多めに数が入ってるんで嬉しい。で、今回は21回までなんで、おそらく今までで最速でクリアできるかな。うん、やり方さえ分かってしまえば。うん、やり方が分からない時にはね、ちょっと敵が強いんで安全に行くからさ、時間がかかったのよ。でも今はもう全然大丈夫。攻略が分かってしまえばもうなんてことないね。まあ、難しいのに変わりはないんじゃないんだけど。でも、OK。よし。アベンダーマン、お前だけだ。ちょっと。はい、次。早く8階になってほしいね。8階の、報酬でもらう、乱射のクロスボウ。あれがものすごく重要。OK。いい感じ。あとは寄せちゃって倒しましょう。お、やった、矢が出た、また出た、いいね。これ使い放題だよ。矢が使い放題になるっていうのはマジで嬉しい。よし、クリーパー、はいはい、オッケー。んで、こっちからね、反対側から行くとちょっと難しくなるんで、こっちから必ず行くことが重要です。クリーパー爆発しちゃって、あ、やば、鈍足になってた、危ねえ。よし、はいはいはい、とにかく鈍足になるのはね、避けないと。で、ここの箱も忘れず取るぜ。矢が消えることもあるんで、出た瞬間にゲットする、それ重要です。よし、オッケー、来た。ここからが早いよ多分。ここはね、乱射のクロスボウがマジでいい。マルチショット3はすぐつけて、こっちは一応念のための弱体化です。でも矢をね、いっぱいもうゲットしてたんで、はい、来い。よし。危ねえ。危ねえ、危ねえ。171本と、すごい余裕がある。嬉しいね、こんだけ余裕があると。よっしゃ。ドン。もう今までほんとね、近接で、ちょろちょろやっていってたから、すげえ時間かかってたのよね、攻略に。ちょっと待って待って待って、はい、どん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 、あ、2発かい。よし、もう矢はね、こんだけありゃもう必要ない。うん、必要ないし、12階にもね、一応箱がもう1個あるので全然いい。行くぞ、どんどん行きましょう。矢があると、ほんとフィーバータイム。こんなにね、楽な攻略になるとは。よっしゃ、オッケー、いいね。危ねえ。でもやっぱダメージ食らうと痛いな。ダメージ食らうとマジで食らうな。よし。あー。痛い、痛い、痛い、マジで。よし、クリーパー食らえば死ぬか、死にそうだね。でも大丈夫、食らわない。お前で終わり。うん、いいね。
今まではね、ちょっと前までは壁に隠れてチク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 やってたんだけども、もうその必要はない。あーもうチクチクやる必要はありませんよ。あぶねー。でもここは若干気をつけないと死んじゃいます。おーいいね、矢が出てきてくれた。危ない。一応罠を張ってこっちに行きます。おお、ちょっと待て、多いね。あ、下からも、下にもいるんかいお前。であとはここで、ドラ使ってからの近距離乱射はめちゃくちゃダメージあるよ。よし、ふう、下にもいるでしょ確か。あ、いなかった。あ、俺の勘違いです。よし、オッケー。あ、いった、やべ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 。でも俺は死なん。俺の矢がある限りそう簡単には死なんぞ。若干矢が減ってきましたけども、またここでね、補充できるんで大丈夫です。補充していきましょう。敵もね、やっぱここちょっと多いのね。ちょっと敵が多い。あ、ラグがやっぱりね最大の敵かもしれない。ラグるとまず死ぬもんね。まあ、今回のところはそうでもないけど、もうちょっと上層になってくるとラグがもう命取り。あー、やばい。はい、お前か。結構硬いな。あいつ終わり。うん、やっぱり弓でいくと早い。でここも忘れずに取ること。ちゃんと取れたね。40本ぐらい増えた。はい、次行きましょう。次商人か。次は商人です。まあこの防具は、ボスでしか使わないし、あ、別に変えなくてもいいんだよね、ここって。変えなくてもいいけども、まあ一応安全策のために、一応着替えていってます。本当はここはエンチャポイントでもいいと思うんだけどね。念のためです。ここが若干きつい感じになるんで、一応つけていきます。じゃあ。安全第一で行かないとね。もしも死んだら嫌だし、うん、ラビジャー早く出て。 OK、 ラビジャー待ちなのよあそこ。ラビジャーをとりあえずあいつをまず倒さないと押し込まれるんでね。もう敵多いな。こう弓使わずに行くのってかなり難しいからね。見て4発ぐらいで死ぬから敵の攻撃。よし、はい、クリアでーす。もう少しね支給箱があってもいいかなと思うんだけども、まあまあでも全然5812のやつを取ってしまえばまあ足りるもん。うん、ギリギリ足りる感じなんで大丈夫よ。はい、ここのボスも速攻倒します。ドラを使って、乱射、あ、ハープだね今は。ドラからのハープで速攻倒せます。まあまあマルチショットが出るかどうかによって一発か二発か変わるんだけどね。よし、でここでようやく愛のメダル
俺ね、愛のメダル使う位置がね、どうしても一番下だと使いにくいのよ。間違って使っちゃうんで、一応俺はアーティファクトの場所を変更してます。じゃないとこうミスるとね、ちょっと致命傷になりかねないのよ。ここで出る略奪者を仲間にしないとちょっとうまいことね、立ち回れないんだよね。じゃあこれでちょっと下をもう少し削っていくか。お、矢が2つ出た。もう絶対余裕じゃん。しかもパワーポーションまで最高だわ。はい、行けお前たち、俺の子供たちを蹴散らすのだ。パワーポーションありでこの矢の数最高。お前で終わり？違う、え、まだいた？ん？ゴールの近くかな？ゴールの近くにあと1体ぐらいいんのか？あ、いたいたいた！お前そんなところに隠れとったんかい。次17回。で、もしもどうしても矢がね、足りないっていう時は、ここで交換してもいいね。うん、無限がついてるんで、あそこの。乱射クロスは無限ついてるし、あと毒矢がついてるんで、ポーション使うと毒矢がね補充されるやつなのよ。あれがあるとだいぶ変わってくると思うんで、どうしても矢足りないよーっていう人はあそこで変えていい。うん、まあまあ多分足りなくなることっていうのはないじゃん、思うけどね。ないとは思うけども、まあ一応覚えておいてくださいね。はい、終わり。ここも弓がなければかなり難しいよ。かなり難しい。弓があるだけで本当に超楽。はい、ここもサクッといこう。はい、危ない。よし、愛のメダルもね、早めに使って回転させていった方がいいんだけどね。よっしゃ、いけ、任せたぞお前たち。危ない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 、あっ、危な。よし、あ、なんか矢が出た音がしたけども出てない。あ、消えた、終わった。あ、もう完全にミスった。あとこっちに2、3体いるでしょ。終わり。あ、まだか、意外と残ってた。お前もか。はい、おしまい。はい、19回です。ここはね、ネクロとロイヤルガードの槍持ってるやつ、あいつがちょっと鬱陶しいんで、そこ注意だね。いたいた。うん、愛のメダル使ってしまえばもういい仲間になるんで、あいつは超高火力の仲間になってくれるんで、ぜひ仲間にしてください。で、ボスはねワンパンできるんで、地雷でここで矢を使い切る感じで大丈夫です。うん、結構俺無駄打ちしてるけど、それでも全然余ったでしょ。まあ7本だけど余った余った。よし、んーで、もう別にねワンパンできるんで商人に俺寄っていきません。寄らない、寄る必要がないんだもん。はい、これ20分以内で多分いけたな。多分20分以内でクリアできたんじゃないでしょうか。はい、しゃー、クリアでーす。おお、20分以内余裕、19分ぐらい。
だね。で、ものによっては多分、これ18分、17分ぐらいでもいけるんじゃないでしょうか。シーズン4。とにかく、5回、8回、12回の箱を取ること。で、乱射のクロスボウでガシガシいけば、全然余裕で、難易度だだ下がりです。クリアできます。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。